こんにちは、アンです。今日はこのドローンを紹介します。エアジャガー100B。これです。車とドローンが一体化してて、車としてもまあホバークラフトみたいなね、こうして外してこちらはドローンとして飛ばすこともできます。コントローラーはこういう感じになってます。4チャンネルでこのボタンはオートリターン、そしてこれがヘッドレスモードで、ここがワンキーで離陸着陸ができる。そして最後のこの一つは緊急停止、ね、これは押してしまうと緊急停止してしまうので、まあよっぽどのことはない時以外は使わないと思います。あとはこっちのボタンのこの小さいのは、トリム、こちらがね機体の前後のトリムで、下の2つは横に行くのこのエルロンのトリムね。でここの前の方についているボタン、これは 3D フリップって言って、このボタンを押してからこうこっちにやると右に宙返り、前にやると前に宙返り、ね、簡単に 3D の宙返りができる。でこんな小さいのにね、すごいね。まあ大きさは8.4cm×8.4cm の高さが 3.1cm で、重さはなんとね 22.7g です。軽いよ ね。この中にちゃんとね気圧センサーが入っていて、自動で高度維持、だからワンボタンでピューって上がった時に自動でもうずっとこのまま高度を維持してくれるね。すごいやつね。でワンキーでその離陸して、ワンキーで降りるね。まあ大体着陸と離陸っていうのが一番難しいしね、こうちょっと怖い、ね、だからねワンキー、このボタン一つで離陸してくれるっていうのはとてもいいですね。でね、もしもこう外で飛ばしたりしてね、ああもうちょっと見えなくなったなっていう時にワンキーでちゃんとリターンしてくれるという、戻ってくるというね、そういうシステムもあるっていうのは素晴らしいですね。でバッテリーはこれなんですけど、バッテリーはねちゃんとね初めから3個ついてます。だから、まあ3個ついてるので、まあ大体ちょっと遊ぶぐらいだね。そうね、大体1個で5分から7分くらいかな。なので、まあ3個あれば、まあ大体20分ぐらいはまあ遊べる。まあそういう感じですね。3個ついてるっていうのはとてもいいですね。それ以外にね、まああとそのバッテリーを、これはね、USB で、こちら側をバッテリーにつけてね。で、こちらはパソコンとかの USB に挿して、バッテリーを充電するんですけども、最初に充電、バッテリーが空の場合はね、ここにね、レッドランプがつきます。それで、差し込むと、消えて、それで、充電が完了すると、ちゃんとまたレッドランプが、こう、点滅するようになってるんで、まあ、わかりやすいと思うんですね。まあ、それ以外は、まあ、あと、予備のプロペラが4つついていて、それに、プロペラをね、取り外す工具と、ドライバーがついてます。ね。まあ大体そういう構成です。ね。そしてね、これはね、6軸ジャイロセンサーが、内蔵されていて、まあ安定感があるっていうかな。6軸ジャイロセンサーっていうのは、角速度センサーと加速度センサーが3軸ずつついてるっていう、まあ大体一般的にこういうドローンでもね、まあついてる仕組みだとは思うんですけど、まあそういう意味ではね、とても安定して飛ばせるというね、そういうジャイロセンサーもついてます。ね、まあ、まずはね、飛ばしてみようかなと思うので、ね、その動画をお送りします。スイッチを入れます。左のレバーを上、下、これでジョイントされます。でワンボタンで上昇、3D フリップ、3D フリップ、
いかがですか、このエアージャガー1002。ね、なかなか面白いやつかもしれないよ。こういうふうに車で走らせることもできるし、ドローン単体で飛ばすこともできるというね。まあこんなに小さいんだけど、ね、気圧センサーが装備されていて高度維持されるとか、まあ、あとねスピードも3段階で変えることができるね、うん、このボタンを押すことによってスピードが3段階で変わります。で 3D フリップといって宙返りはこのボタンを押してコントローラーの右を左にすれば左宙返り、 3D ボタンを押して右にすると右に宙返り、そして 3D ボタンを押して前にすると前に宙返りと、ね、結構誰でも簡単にできるようになっています。ね、3000円でそんなことができるなんて不思議。だいたいこう通信距離はね、ドローン単体の場合は60メートルぐらいで、車のこの状態にするとまあ10メートルと、まあ、メーカーは言っています。ね、まあ、実際はこう60メーターもね、こう離して飛ばすとほとんど見えませんから、どっち向いてるかわからないので、まあ、そこまでね離すっていうことはもうちょっと考えられないですね、このドローンに関してはね。まあそういうことなので、60メーターあれば十分ね、なかなか面白いやつ、エアージャガー1002。どうですか、遊んでみたら面白い。この動画がいいと思った人はぜひグッドボタン、チャンネル登録もお願いします。よろしくお願いします。それではぜひ今度もまた見てくださいね。さよなら。